実録、あの日を忘れない。世間を揺るがしたあの大事件から約10年の月日が流れようとしている。しかし今も頭にこびりついて離れないあの衝撃的かつ残忍な記憶。どれだけの月日が流れようと決して風化することない、風化させてはいけない事件と言えるだろう。我々は当時の記憶をもとに取材を重ね、ついに九段の被害者である S さんにインタビューをさせてもらうことに成功した。今もあの日の後遺症に悩まされ続けているという S さん。忌々しいあの日から10年が経とうとしている現在、二度とあのような事件が引き起こされないために必死の思いで我々に全てを話してくれた。今回はその一部始終をご覧いただこう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は取材を受けていただきありがとうございます。はい。今まではこうしてお話しされることはなかったですよね。そうですね。それはやはりあの日の後遺症からということでしょうか。そうですね。当時はあの事件のことを思い出すだけで体が震えてしまって、とてもじゃないですが誰かにお話しできるような状況ではなかったので。そうですか。現在はいかがですか。正直今でも当時に比べるとだいぶマシにはなりましたが、完全には治らないですね。おそらく一生だと思います。一生ですか。はい。私の中にあの日の記憶が残っている限りなくならないんだと思います。ではなぜ今回は。あの日から10年ですから、まあ後遺症もマシになってますし、今お話しすることで少しでも皆さんの役に立てればなと思ったので。ありがとうございます。いえ。では早速で申し訳ありませんが、あの日のことをお聞かせいただけますでしょうか。わかりました。今でもあの日のことは忘れもしません。あれは確か10年前の9月25日、か26日、確か26日だったはず。いや27かな。もうちょっと肌寒かったような気が。10月かな。10月27か。いやでもハロウィン終わってたような。じゃあ11 12月、確かマフラーしてたんですよ。いやネックウォーマーだったかな。だから冬でも僕暑がりなんですね。12月にマフラーするかな。ってことは1月、となると10年前というか9年前。9年前って何年でしたっけ。2011年です。2011年。じゃああれだ、震災の年だ。そうですね。震災よりは後だったはずなんですよね。じゃあ4月以降か。いやでも震災直後とかでもなかったよな。となると2012年とかか。2012年の冬か秋。あれ本当にマフラーしてたかな。ちょっと自信なくなってきたな。夏か。2011年夏。いやでもな、2013って可能性もありますよね。というか何年に何があったとか曖昧だからな。まあでも2010年代前半か。そうですね、2010年代前半です。2010年代前半。はい。あれから何年か経った今でもあの日のことはまるで昨日のことのように思い出せます。あれは確か学校からの帰り道でした。ん？行きか？学校行くところか。まあどっちでもいいか。いいですよね。どっちかです。途中に小さな電気屋がありまして、ちょうどその前を通りかかった時でした。
電気屋？八百屋じゃなかったっけな。いや、ないか。電気屋か。これはさすがにそうか。毎日通ってた道なのに間違えるようなことないっすもんね。いや、まあ毎日は通ってなかったしな。休みの日とか通らないし、たまに別の道からも登校してたりしたので、通ってたとしても、週 4？ いや、週2か。となると本当に電気屋か？まあいいか。何かしらの建物がありましてね。その前か横を通った時だと思うんですよ。急に。え、急でもないか。あ、まあ普通に？というかゆっくりかな。まあそれなりのスピードで誰かが近づいてきたんです。で、僕がバッと振り返ると、そこにはだいたい20代から、まあ30、60代。20代から60代ぐらいの、まあ、痩せ型か、もしくは肥満の男性。まあ、見ようによっては女性。身長はそうですね、当時の僕よりか大きかったですね。あ、当時僕ですか？130センチぐらいですかね。小学生なので。まあ、それで、まあ、男、女？まあ、その人が近寄ってきたはずなんです。多分。それで、僕に言ってきたんです。何をですか？あの時の映像と言葉は、今も脳裏に焼き付いて離れません。すいません。少し震えが。無理はなさらないでください。いえ、大丈夫です。収まりました。その人は僕にこう言ったんです。確か、ねえ君、あれ？出てこないな。なんだっけ？ねえ君、この後が大事なのにな。ねえ、ねえ、ねえなんか言ってなかったな。おい君、か？そんな話しかけ方ある？専務の話し方じゃん。そんなセクハラ専務の導入以外聞いたことないけどな。え、専務が話しかけてきたってこと？え？そういうことか。いや、そんなわけないか。小学生が専務かどうかなんて、どうやって判断すんだよ。名乗ったってことか。ゆっくり近づいてきて、おい君、私は専務だよ。え、何それ？意味がわからなすぎるな。いや、ないな。これはないな。となると、ノーヒントだな。何一つ出てこないな。その後はどうなったんでしょうか？その後のことは、私にとって、忘れたくても忘れようのない悲劇でした。何があったんですか？何かが、何かで、どうにかなって、誰かが僕に言ってきたんで、確か何かしらを言い返して、まあどうにかなったというか、誰かに渡された何かしらがあったんで、それを使ってか、使わずかして、誰かに何かしたんですけど、僕の周りの誰かが、そんな感じのことを言ってたような、言ってなかったような感じで、それから後日、まあ、何ヶ月か経ってから、そういえばあんなこともあったみたいな。でもまあそんな感じですかね。まあなんというか、そんな大したことはなかったと思いますよ。多分ですけど。なるほど。辛い中、ありがとうございました。今回、当時を振り返ってみて、お気持ちはいかがですか？何も覚えてないです。この映像を見ている方に一言いただけますでしょうか？あ、これ撮ってるんですか？
ゴリ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